マルソーパンの渦巻きサンド渦巻きパンは沖縄県宮古島市のうち特にイラブ島のご当地グルメ。砂糖を溶かさずに混ぜ込んだジャリジャリ食感のクリームを平焼きのパン生地でロールケーキ状に包んだ菓子パン。発祥について正確な時期はわからないが、1960年代頃にイラブ島のマルソーパンが発売した渦巻きサンドが元祖だとされる。 マルソーパンによると、1980年代にイラブ、島と宮古島を結ぶフェリーターミナル内で販売されるようになると、イラブ島土産として知られるようになり、噂を聞いた地元テレビ局が番組で取り上げると最大で1日300個ほどまで出荷数が増えたとしている。近年では、イラブ島のメーカーだけでなく、2015年のイラブ大橋完成で陸続きになった。 宮古島も含めた複数メーカーから類似商品が製造販売され、宮古島自然体の名物として定着している。ABCD 渦巻きパンの傾向を探る。デー沖縄2021年3月10日へ覧。ABC 元祖渦巻きパン人気の秘密週刊歴を2021年3月10日へ覧。ありがとうございます。